昼は学校、夜は塾、深夜は家で YouTube を通して数学の授業をしてます川端です。よろしくお願いします。今回はですね、形容式高校の問題ですね。正方形がありまして、一辺の長さが A ですよと。でその時にこの正三角形、これ正三角形 AEF ですけども、この正三角形の一辺の長さを A を用いて表しなさいという問題です。解き方ですね、3通りで話していきたいと思います。まず1つ目なんですけれども、今この正三角形の一辺の長さを求めたいわけですけれども、ちょっとね、角度にちょっと注目していきます。まずこの E と F の場所なんですけれども、これ正三角形がちょうどすっぽりはまってるということで、対称性からCE と CF が等しいよということなので、つまり三角形 CF っていうのは直角二等辺三角形になります。なのでここ45度45度90度となるので、ここの比 CE と EF の比がこれ1対ルート2って出てくるわけですね。で今正三角形なのでEF が丸のルート2っていう比で表すと、ここもルート2になるわけですね。そうすると CE の長さを例えば X と置くことによって EF はルート 2X になり、AE の長さもルート 2X になり、で BE の長さが一辺の長さA から X 引いた A-X になるので、つまり三角形 ABE で三平方の定理を使うことによって X を求めることができるよっていう話になるわけですね。ここで三平方いいかな。なのでで X が出れば、これルート2倍したルート 2X が答えだから答え出るよということになります。したがって三角形 AB で三平方の定理使って A の2乗足すかっこ A-X の2乗イコールルート 2X の2乗、これ計算して A2 乗足す A2 乗引く 2AX 足す X2 乗イコール 2X2 乗で、今これ求めたいのは A と X どっちですか？ X を求めたいですよね。 X を A で表しなさいっていうことなので、 X について解きたいので X を二次方程式として見ます。そうするとちょっと 2X を移項してマイナス X 乗マイナス 2X プラス 2A2 乗イコール0、マイナス1かけて X2 乗プラス 2X 引く 2A2 乗イコール0で、ここで解の公式を使います。ちょっとね、文字が入ってくるので、少しここでためらうかもしれないけど、頑張ってやってください。解の公式、2a 分のマイナス b、プラスマイナスルート b1 乗マイナス 4ac で、2a を2乗したら 4a2 乗、マイナス 4ac ということで、マイナス 4×1× マイナス 2a 乗、つまりプラス 8a2 乗になりますね。で、ここ、ルート 12a2 乗になって、これ2ルート3で、ルート A の2乗、今 A はもちろんプラスなので、そのままルート A の2乗 A になります。つまり2ルート 3A になります。したがって、X イコール2分のマイナス 2A プラマイ2ルート 3A になり、で、2で割ってあげて、マイナス A プラマイルート 3A。ただし、もちろんですね、X っていうのはプラスですからね。プラスってことは、マイナス A、マイナスルート 3A はありえません。マイナス A 足すルート 3A。マイナス A 足すルート 3A ですが、これ A でくくってあげると、ルート 3-1 になるね。ルート 3A マイナス A だからね。よって、かっこルート 3-1A。という具合に X が出ます。で、ただ、今求めたいのは、あくまでもね、一辺の長さ、EF の長さなので、ルート 2X の方なので、ルート 2X つまり x がルート 3-1 なのでルート 2× ルート 3-1 でルート 6- ルート 2a という具合に出すことができるということになります。いいかな？ということで、一辺の長さですね。ここの一辺の長さはルート 6- ルート 2a と。では、解き方2つ目いきます。先ほどの解き方はですね、文字が2つ出てきて三平方の定理を使うということで、ちょっと慣れてない作業をしなきゃいけなかったので、そこが少し大変だったかと思います。今回解説するやり方はですね、うまく比を使って解くというやり方をね、ちょっと話していきたいと思います。今、AE の長さを求めたいわけですけども、この AE の長さを求めるにあたって、これ正三角形になってるので、正三角形の高さが分かれば、AE の長さが出ると。ここにピーッと引っ張るんですが、ここちょっと突き抜けます。ちょっと突き抜けさせるっていうのはちょっとポイントになってくるんですけど、ここの A からですね、垂線を下ろしますよと。で、その時に、ここちょっと H としましょうかね。三角形 AEH って、これ30、60、90度の直角三角形なんですね。ここ60度、30度、90度。つまり、ここの比が1対ルート3対2になるんですね。で、ここで、この HC の長さなんですけども、ここは先ほども言ったように、ここ直角二等辺三角形、三角形 EFC は直角二等辺三角形になるので、ここ45度になるんですね。で、ここ90度で45度だから、ここは1対1対ルート2の直角二等辺三角形できます。だから、ここ赤丸1で表すことができるんですね。そうすると、今、AB の長さですけども、これ三角形 ABC はこれまた直角二等辺三角形じゃないですか。そうすると、AC の長さは A で表すとできるね。AC の長さっていうのは、ABC が1対1対ルート2の直角三角形なので、AB の長さをルート2倍して、ルート 2A って出るわけですね。で、そうすると、AH の長さを求めたかったら、ルート 2A かける、ルート3たす1分のルート3倍するわけですね。これ分の、これ倍だから、ルート3たす1分のルート3倍。これで、今、AH の長さが出ました。ここから、これはね、AH の長さを求めてます。で、さらに、これを、ルート3対2だから、ルート3分の2倍すれば、AE の長さが出ますね。これをさらに、ルート3分の2倍したもの。これが結局 AE の長さになるよということになります。はい。よって、ここ約分して、ルート3とルート3約分して、2とルート2へかけて、結局ルート3たす1分の、2ルート 2a になる。そしたら、有理化ですね。分母ルート3たす1だったらルート 3-1 をかけます。そうすると、ルート3たす1とルート 3-1 かけたら、3-1 で2になりますので、2分の2ルート 2a かっこルート 3-1。で、これ約分して、2と2を約分して、ルート 2a かっこルート 3-1。つまり、ルート 2a かっこルート 3-1 で、ちょっと順番変えると、ルート2とルート3かけてルート6、ルート2とマイナス1かけてマイナスルート2で a。ということで、かっこルート6引くルート 2a。ということで、先ほどと同じ答えになりました。いいかな？で、最後、もう一通り、これはね、ちょっと裏技的なやり方があるんですけども、ぶっちゃけね、難関校受けるんだったら知っといた方がいいかなと。思う裏技。それは何かっていうと、90度、75度、15度の比ですね。ここの角度が180から60と45を引いて、ここ75度になりますね。で、ここが15度になります。そう、15度、75度、90度の直角三角形ができるんですね。解き方その3の話をしています。で、ここ15度、75度、90度。でね、これね、比覚えてください。ね、ここ15度の向かい側がルート6引くルート2っていう比です。75度の向かい側がルート6足すルート2っていう比。で、斜辺が4になります。ルート6引くルート2対ルート6足すルート2対4。まあ、覚え方はですね、私はもうこれとこれかけたら4になってるって形で覚えてます。ルート6足すルート2かけるルート6引くルート2。まあ、根拠ないよ。根拠ないけど、もう覚え方なんですね。で、6引く2で4になりますよね。これとこれかけて4。ということで、この比になると。したがって今、ここの長さが A なので、今求めたいのはこの AE の長さね。この A、B、E ってやって、AE の長さを求めたいので、AE の長さというのは、この長さ、A の長さの。ルート6足すルート2が4になるんだから、ルート6足すルート2分の4倍。すればいいと。で、先ほどと同じで、ルート6足すルート2有理化するためには、分母分子にルート6引くルート2をかけます。そうすると、A かける、ここをかけてあげると、6引く2で4になります。だから4分の4かっこルート6引くルート2と。で、4で割って、やっぱりルート6引くルート 2a という具合に出すことができるんですね。かっこルート6引くルート2。ということでね、ぶっちゃけね、これ知ってるとね、やっぱ早いですね。早いです。まあ特になんか図形的に考える必要もなく、変な、ちょっとめんどくさい三平方の定理計算することもなく解けるので、まあ答えだけ出すんだったら、まあこれ知っといた方がいいかなってことですね。かけて4になるんですね。まあ、なんでこうなるかっていうのはですね、私、15度、75度、90度の直角三角形っていう動画をね、上げてるので、ぜひ、その動画をね、見てもらえればなというふうに思います。以上で解説終わります。よかったらね、チャンネル登録、高評価、コメント待ってます。では。